こんにちは、こんばんは、おはようございます。みつです。第2回目天神実況七崎愛編やっていきます。仲良しルートです。お願いします。さっさっさっ。さあ、前回から始まりましたこの七崎愛ちゃんのルートなんですが、とりあえず知り合いまで来ることができました。まあ知り合いに来ることは誰でもできるんだけどね、日にちを飛ばしてれば勝手にここにたどり着くんですが、前回ね、イベントがちょこっとだけ発生をして、変態がなんか料理食わせろみたいな生意気な口を聞いていたんですが、さあ果たしてどんなイベントが発生するやら。さあ来た、商店街に当たり棒とアイスを交換しに行こう。 あれだね、前回ミヤちゃんが当たったやつだね。で、そこでアイちゃんと会うのかな。さて、忘れないうちにミヤに頼まれたアイスの当たり棒を交換するか。あんまり待たせるのもかわいそうだし、できれば早い方がいいよな。なんだかんだ言って、お前もしつこんだな。じゃあ、早速お店に。今日はダメ。そのガムは前に買ったばかりでしょう。ごめんなさい。いやー、でもキシリトール食べたい。違うかな。男の子、ピクッ。イクオくんだ、イクオくん。あれ？この声は。キョロキョロ。出た、イクオくんだ。ああ。やっぱり七崎か。あ、先輩、こんにちは。こんにちは。その買い物袋を持ってるってことは、今日も家の手伝いで買い物に？あれ？ピグ、なんだこの変態は！七崎、その子は？あ、私の弟です。今、ちょうどガムをねだられてたところで。何ガムだろうな。なるほど。それで大きな声を。連れてくるとお菓子を買うって聞かなくなるんです。あららら、そうなんだ。あ、ほら行くよ、先輩に挨拶して。こんにちは、僕は変態って言うんだ。避けられた。ほら行くよ。ああやだ、こいつ変態だもん。人見知りしてるのかな。こんな感じで。あらららら、へえ、そうなんだ。すみません先輩。いや、いいよ、別に気にしてないからさ。それよりも七崎。はい。その袋の中身、お前、人の買い物袋の中身を見るなよ。やだな、俺見られたらやだわ。カレーの材料だよね。七崎の家は今夜カレーなのか。あ、いえ、カレーはカレーなんですけど。うん。カレーうどんにしようかと。ああ、いいね。あのレトルトのカレーうどんとかじゃなくて、ちゃんとあのカレーのルーから作ったカレーうどんか。いいね。ああ、なるほどね。そっか、七崎の家はカレーうどんか。そういえばしばらく、お前まさか家にいてご馳走になろうなんて考えてねえだろうな。想像したらなんだか食べたくなってきたぞ。先輩、どうかしましたか。いや、羨ましいなって思ってさ。カレーうどんがですか。いいよね、カレーうどんね。うん、しばらく食べてなくってさ、夏に食うね、カレーうどんマジうまいよ。あのね、暑いから皆さんあんまり食べないと思うんですけどね、めっちゃうまいんだよ。夏にこそカレーうどんと鍋を食べるんだよね。そうでしたか。うん、よかったな、お前も。ああ、やっぱりダメか。なんだか警戒されてるみたいだ。どうやら僕が変態だってバレてしまったんだ。そうみたいです。先輩変態ですもんね。まあ初対面だし無理もないか。ま、将来の弟になるんだけどな。私としては挨拶ぐらいできるようになってほしいんですけど。何年生だっけ。小学生だよね確かね。でもまだ小さいから仕方ないよ。徐々にですね。うん、それがいいと思うよ。では私はそろそろ。ああ、マジか。うん、そうだね。それでは失礼します。はーい、またな七崎。はい。ピクって。七崎に弟か、驚いたな。でもこうして後ろ姿を見てると七崎もお姉さんしてるって感じだよな。さてと、じゃあ僕もアイスの当たり棒を交換して家に帰るとするか。そのアイスの棒は当たったんだろうか、果たして。ちょっと気になる。俺もガリガリ君は人生で
2回ぐらいしか当たったことないんじゃないか。ちょっと正確には数えてないけど。よし、寝よう。さあ、日曜日に走り込みをさせたので愛ちゃんのテンションが上がっていますが、これいつ昼休み。飛ばそう飛ばそう。はい、学食にカレーうどんがあるな。今日のお昼はカレーうどんだ。カレーうどんなんかなかったよ。ほんとこの学校はなんかメニューが豊富だね。スペシャルランチとかスペシャル定食とか。さすがカレーうどんだ。食欲がそそられるいい匂いじゃないか。七崎の夕飯の話を聞いてからずっと食べたいと思ってたんだよな。まさかこうして学食で食べられるなんて、盲点もいいところだよ。こうしてちょっと肌寒いくらいのテラスで熱々のうどんをすするなんて最高だよな。それもいいね。ごくり。よし、早速食べるとするか。うまい。カレーうどん最高。これは大盛りで正解だったな。しかも大盛りかい。学食の味とは思えないぞ。あの先輩、汚いです音が、ってごめんなさい。先輩夢中になってんだな。え、ああ七崎か、ごめん。いえ、すみません、お食事中に。なんだなんだ、一緒に食べる。いや、いいけど、どうかしたのか。はい、あの、申し訳ないんですけど、相席をお願いしたくて。どうぞ、ぜひ。相席？はい、私と水泳部の先輩なんですけど。おう。もう空いている席がないんです。あら、まさか塚原先輩ですか。え、今、なんて言ったの。いや、だから。ですから、相席を。そうだそうだ。いや、そうじゃなくて、七崎ってお前し、あ、そうか、知らないのか、まだ。水泳部だったのか。ええ、今さらそうだったのか。あの、もしかして迷惑でしたか。でしたら。いや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 、まあ、落ち着け。いや、そんなことないよ。ちょっと水泳部ってことに驚いただけで、相席なら僕はいつでも大歓迎だよ。ぜひ塚原先輩もお呼びください。待てよ、塚原先輩が来るということはもしかしたら森島先輩も来るんじゃないか。本当ですか。すみません、ありがとうございます。で、あれだよ、きっと森島先輩がたまたま相席だったんだからねって言って怒っていっちゃって、そのうどんを食べようとすると伸びきっちゃってるみたいな。そんな。七崎、場所は大丈夫だった？お、来た。え、ああ、あ、塚原先輩、相席って塚原先輩だったんですか。相席？ああ、そういうことなのね。なんという。はい、先輩にお願いしました。ごめんね、邪魔しちゃって。いやいやいや、とんでもない。いや、そんなことないです。最高です。そっか、ありがとう。あの、もしかしてお二人は知り合いだったんですか。いや、まあ森島先輩と付き合ってる頃の話なんですけど。あー、うん。ええ、もしかして意外だった。いえ、そういうわけでは。まさかちょっとやきもち。だったらそんなことより早速お昼を食べましょう。あ、はい、ではこれを。なんだ。え、二人分のお弁当、それってもしかして七崎が。ええ、まあ。すげえ。七崎は料理が上手なのよ。だからこうしてたまにお願いしてるの。へえ、そうなんですか。でも前に聞いた時は。あ、なんだ。もしかしたら恥ずかしかったのかな。あらららら。私は七崎の料理が大好きよ。なんですと、僕のカレーうどんと交換してください。塚原先輩、食べかけですけど。ほら、君も見てみて。下手な人がこれだけ作れるかしら。なんですと。おお、これはすごいね。確かにそうですね。もう先輩まで。でも家族に作るお弁当のついでなので、本当に大したものじゃ。いや、でも家族に弁当作ってるってことがすげえよ。それがこんなに美味しいんだからいいんじゃないかしら。中身は何だろう。あ、はい。さすがの七崎も塚原先輩には勝てないみたいだな。え、
そうなんですほら、そんなことより二人とも早く食べないと時間がなくなるわよ。ああ、そうですねはい、じゃあ僕はお弁当をさっ僕はお弁当をいただきますので。それにしてもさ、七崎ってすごいよな。こうしてお弁当を作るだけじゃなく弟の面倒を見てたりするだろう。それに部活もね。ああそうですよね。しかも手を抜かないなんて七崎にしかできないんじゃないかしら。まあ少なくともこの変態にはできないだろうな。そんな、うん、でも塚原先輩の言う通りだな。七崎って本当にすごいよな。先輩どうしてじっと見るんです。いやーその可愛い瞳に。ああいやそのさてじゃあ私はそろそろ。あら早い。あ塚原先輩もういいんですか。空気読んでくれたのかな。ええごちそうさまでした。あら消食。あ二人はゆっくりしてていいわよ。私は用があるだけだから。ありがとうございます。はい、それじゃあね。はい、ではまた。来たぞ。そっか、塚原先輩ってよく七崎のことを見てるんだな。そうですね。でも驚いたな。え？ほら、料理のことだよ。あんなにできるなんて思わなかったから。なんだか僕も七崎のお弁当を食べてみたくなったよ。もう前回に引き続きこいつは食おうとしてるんだな。あ、でしたら。お、え？先輩はお弁当交換って知ってます？お、私が中学の時に流行ったんですけど。あ、じゃあこの辺でも弁当作っていかなきゃいけないのか。うん、うん、うん、まあ名前のままなんですけど、お互いに持ち寄ったお弁当を交換するんです。じゃあ僕はこの学食のカレーうどんだ。へえ、なんだか面白そうだな。今度僕ともそれをやってくれないか。はい、構いませんよ。やったーって言ってもこの変態が作る弁当だからきっとご飯と唐揚げしかないぞ。お、いいのか。なんだか今から何歳のお弁当が楽しみになってきたよ。私も先輩のお弁当が楽しみです。本当に栄養配分考えろよ。愛ちゃん運動やってんだから。じゃあ約束ってことでいいか。おーやったね。こうして七崎とお弁当を交換する約束をした。塚原先輩が褒めるほどだからな、ついつい期待しちゃうよな。ちょっと上がった。さすが愛ちゃん、なかなかに猫の間に届かないね。よし、会話も増えたけどどうしようかな。もうちょっとメーター貯めようかな。どうしようかな。そうだね、もうちょっと貯めた方がいいよね。あーって言っても火曜か。火曜までですか。アタックできねえからな。でこれがいつ。あーでもこれまだ日数が結構あるから、これいつ。昼。どうしましょうね。ほんとどうしましょう。突然のニャンチューでびっくりしたけど、どうしようかな。微妙だよね。放課後いや次の日に回そう。さて、吉と出るか京と出るかどっちだろうね。どうするかね。これ水曜まで？ん？違う、木曜日までか、これは。あーじゃ あーどうしようかな。そういう問題じゃないんだよね。会話が今日までだから話しておかないともったいないんだよね。でイベントが昼でしょ。これ一個使っちゃうか、しょうがないな。どっちにしろね。お、アイちゃんから来たね。いいよ。さて、埋めとくだけ埋めとこうか。濁す。オッケー。お茶を濁す。七崎がなくしたもので一番印象に残ってるものって何？なんでそんなネガティブなことを聞く？一番、そうですね。あ、靴とか。靴？え？靴？はい、昔ブランコで靴飛ばしをして遊んでいたら。ああそういうことか。確かにそれは印象に残るよな。すごいな、どこに飛ばしたの愛ちゃん。え、
あれ川にでも飛ばしちゃったのかな。バシャーンっつって流れてったのかな。じゃあ運動。お、運動2つだね。スポーツの得意な男ってどう思う？私は素敵だと思いますよ。よし、変態、何かスポーツを始めよう。そうなんだ。あ、違いますね。あ、違うの？え？別に得意でなくても、一生懸命にやっている姿が素敵だと思います。どうする、変態、何やる、スポーツ、カバディでもやる？そっか。いや、俺スカッシュやってみたいんだよね。一回でいいからね。まあ、あとは男だけどラクロスとかね。あれ面白そうだよね。なんだかんだ言って難しそうだけどね。どうしようかな。もう、娯楽やってみる。お、娯楽も入ってるね。いいね。七崎はスポーツ観戦をしに行くことってあるの？なんだろう、見に行くのかな、野球とか。いえ、ほとんどありませんね。大抵はテレビで済ませてしまいます。そうなんだ。そもそも行く機会がありませんから。あー、じゃあ今度見に行こうぜ、野球って。なるほどね。って言ってもこの辺たが野球見るのかどうか知らないけど、まあ、サッカーとかでもいいかもしれない。じゃあもう一丁世間話ない。下がる、残念。とりあえずメーターを上げなきゃ意味ないからな。あ、そうか、もう一回あんのか。運動あった。持久走って辛いよね。そうでもないんじゃない、アイちゃんだったら。そうかもしれませんね。私は結構好きなんですけど。景色見ながら走るみたいなことをあやつりさんは言ってましたけど。ええー、どこか。気分的なことかもしれませんが、自分の限界に挑戦してる気がするんです。かっこいい。限界に挑戦か。お前には一生できないことだな。はい、なんとなくですけど。おお、よかった、上がった。アタックはできないからしょうがないね。次はお昼にイベントをこなしてからの会話ですよ。はい。今日は唐揚げ弁当だ。七崎と弁当の交換をしよう。マジで唐揚げだったマジで唐揚げ弁当だったんだけど、びっくりしたわ今。あ、でもこっちも気になるな。唐揚げ弁当かこれだよな。いや、でもいいや、唐揚げ弁当やってみよう。本当に唐揚げ弁当だったよ。野菜はちゃんと入ってんだろうな。七崎はどこに行ったんだろう。ちゃんと約束したのかな。教室にはいなかったから、水泳部の部室がある校舎裏かと思ったんだけど、もしここじゃないとしたら七崎は一体どこにいるんだ。今日は僕もお弁当を持ってきたから、約束してたお弁当交換しようと思ってたのにな。そんな急に言われてもね。仕方ない、校舎の方に戻ってもう少し探してみるとするか。なんだ、うわー、七崎。先輩。あ、ぶつかりそうになったのかな。七崎、やっぱりここにいたのか。ずいぶん探したんだよ。え、私をですか。うん、ほら、前に約束したお弁当交換をしようと思ってさ。ああ、そういうことでしたか。ああ、でも七崎がお弁当じゃないとダメなんだよな。それなら平気です。ほら、ここに。今日は私もお弁当ですから。ラッキー。お、それならよかったよ。いいね。じゃあ改めてお願いしてもいいかな。はい。お弁当交換ですよね。ここで食べるの？どこに座って食べるの？そこの階段のところ？うん。別にいいですよ。やったー。あ、でも今日はあまり豪華じゃないので、そんなに期待しないでくださいね。またまたって。うん、わかったよ。じゃあこれをどうぞ。なんだ。ああ、うん、あ、そうか、弁当か。これが七崎の。よし、早速開けてみるか。おお、チャーハン。おお、チャーハン。ええ、それに昨晩の煮物と卵焼き、アスパラのベーコン巻きです。豪華だな。十分豪華だぞ。ねえ、豪華だよね。そうですか。すげえな。うん、なんだかもう待ちきれないよじゃあここで食べましょうか。うん、そうしよう。はい、でしたら私はこの椅子で。椅子？へえ、準備がいいんだな
たまにここで食べてますから。へえ、そうなんだ。あ、よかったら先輩も使いますか。何、二つあんの？うん、僕はいいよ。お前立ち食いするつもりか？そうですか。では改めていただきますと。うん、いただきます。いただきます。いただきます。おお、先輩のお弁当のおかずは唐揚げなんですね。うん、唐揚げとご飯だけさって。おお、かわいい。うん、僕の好物なんだよ。え、いいんですか？うん、楢崎にも食べてもらいたいからさ。え、ほら、美味しいものはみんなで味わった方がもっと美味しくなると思うんだよね。そうですね。ねえ、あらば、まあ、こんな絵があるんだね。かわいいね。パイプ椅子とはなかなかに準備がいいな、愛ちゃん。それよりもちょっと食べてみてよ。お前が作ったのか、本当に。あ、はい。ではいただきます。昨日の残りもんじゃないのか？どうかな、口に合わなかったかな。いえ、とっても美味しいです。おお、あ、やっぱり。はい、でもこれ不思議ですよね。なんだなんだ。え、普通お弁当の唐揚げって冷めて風味がなくなるのに。ああ、え、実はね、それ温度を変えて二度揚げしてるんだ。へえ。二度揚げですか。うん、僕が作ってるわけじゃないから詳しくはわからないけどね。ほら、やっぱり。なるほど、お母さんが作ったんだな。あー、それと下身を濃い、ん、濃いめにするのがコツなんだって聞いたよ。うん、どうかしたのか。いえ、納得してただけです。すごく美味しかったので。じゃあうちに学びにおいでよ。そっか、よかったよ。私も次は揚げ方を調べてみようかな。お母さんに紹介するよ。お、それはいいな。あ、そうしたら今度は先輩にお弁当を作ってきますね。ありがとう。本当に？いいことを教えてもらえたお礼ですよ。やったね。でもお礼を言いたいのはこっちかもしれないよ。楢崎の作ったこのチャーハンすごく美味しいよ。いいな。チャーハン最近食べてないな。なんだか香ばしくて、これならいくらでも食べられそうな気がする。これは交換してよかったよ。そうですか。他のは？他のやつは？ねえ、煮物とか。うん、これならいつでも嫁に行けるんじゃないかな、僕のところに。え、毎日楢崎の料理が食べられる人は幸せだと思うよ。うん、未来の俺だ。 ありがとうございます。そう言ってもらえると嬉しいです。よかったね。そっか、はい、こいつは何も気づいてねえんだな。なんだかそうやって照れられると僕も恥ずかしくなってくるような。あ、先輩、もし足りなければこっちの唐揚げも食べてくださいね。まあ確かに愛ちゃんが作った弁当だから、どうなんだろうね、量的には。あ、うん、それじゃあとりあえず一つもらうよ。もらうんかい。どうぞ。女の子ってびっくりするぐらい小食な子いるからね、たまにね。ああ、満足だ。お腹がいっぱいだよ。私もです。先輩、ごちそうさまでした。ああ、うんうん、こちらこそごちそうさまでした。お弁当すごく美味しかったよ。またそのうち交換してくれないか。ごめんなさいね、本当に。はい、ぜひ。うん、ってことは僕のお弁当を気に。お前の弁当とは言うけど、お前が作ってるわけじゃないだろう。先輩こそ。うん、すごく僕好みの味だったからね。それならよかったです。よかったね。ありがとう、楢崎。いいね、進展してきたね。こうして楢崎とお弁当交換をした。うん、こうして実際に食べてみると、塚原先輩が美味しいって言ってた理由がよく分かった気がする。
まったく、料理はさほどでもないなんて本当に謙遜してたんだな。なかなか増えない。なかなか増えない。まさかこれ待ってれば一気にガーって上がったのかな。じれったいですな。しょうがない、もうこれを使ってしまうしかないよね。会話をして盛り上げましょう。よし、じゃあ行きますか。運動、カモン。今の季節だと体育の時って女子はジャージの人が多いよね。当たり前だろ。ええ、そうですね。あ、もしかして七月もそうなのかって。当たり前だろ。はい、やっぱりブルマは。まあ恥ずかしいんだ。今のご時世ブルマはないんだろうけど。そっか。先輩は何に期待をしてるんです？そうだそうだ、この変態がエロ魔人が。ああ、いやまったく、うわテンション下がるな、ほらね。さて、じゃあ世間話、もうこの辺しかやってないな。七崎がミヤと話すようになったきっかけって何？ミヤちゃんから言ったんじゃない？そうですね、多分二人して遅刻しそうになったことだと思いますよ。あらら。その時お互いに顔を見合わせてからなんとなく話すようになったんです。へえ、そんなことがあったんだね。まあでも今のさ反応は別に俺とこの変態がシンクロしてるわけじゃないよね。当たり前の反応だよね。そうだよね、だから僕は別にこの主人公とシンクロしてるわけじゃない。それを認めてほしいな。うん、はいはい、ありがとう愛ちゃん、反応してくれたね。さあ、もうびっくりだよ。運動かな、世間話かな。運動違うね、残念。でも下がんないからいいね。あ、そっか、まだ4ターン目か。娯楽、あれない、娯楽がない。ちょっと運動とさ世間話の話しかしてないからあれなんだけど、じゃあ今度こそ。 OK。 七崎は竹馬や一輪車に乗れるの？なんだ急に。はい、どちらにも乗れますよ。一輪車か、今の子供たちはやるんだろうか。ただ中学生になった頃から全く乗っていないので今は昔ほどうまく乗れないと思います。俺も小学校の時にね、友達と練習して乗れるようになってたよ。なぜか。なぜか一輪車の練習をしてたよ。いやー、それでも乗れるだけすごいと僕は思うけどな。そうですか。結構ね、一輪車って難しいんだよね。女の子たち普通にやってるけどさ、結構むずいよね。終わっちゃったね。まあ、今回はこんなところですかね。なかなかに充実してたんじゃない？アイちゃんの弁当も食べられたしね。いいね。よし、じゃあ今回はここまでにしておきましょうか。意外といい感じで進んでるんでちょっと驚いていますが、多分これからね、苦労があるんでしょう、きっと。Twitter とブログやっておりますのでぜひ覗いてみてください。今回はここまでにしておきます。ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。